In recent years, the effects of climate change have already been felt in many parts of the world. For example, higher temperatures, increased frequency and intensity of heavy rain and droughts, crop failures, increased risk of heat stroke and changes in ecosystems. How can we cope with the impacts that are already occurring and those that are inevitable? The answer is adaptation. The Center for Climate Change Adaptation of the National Institute for Environmental Studies manages and operates the Asia-Pacific Climate Change Adaptation Information Platform for the Asia-Pacific region to promote adaptation based on scientific information. What is APPLAT? APPLAT とはアジア太平洋地域を対象とした気候変動適応に関するウェブベースの情報プラットフォームになります。2019年の6月に立ち上げました。アジア太平洋地域の気候変動適応を推進することを目的としています。気候変動適応法には国際協力の推進について書かれた項があります。そこでは日本国政府が気候変動適応に関する情報の国際間における共有体制の整備を行うことが記されています。この情報共有システムがまさに APPLAT です。APPLAT からは気候変動及び適応に関する幅広い情報を提供しています。例えば CMIP6 ベースの最新の気候予測情報を地図やグラフで見れるだけでなく、データをそのままダウンロードできるツールクライムキャスト、世界中のあらゆる地点における気候変動影響をさまざまな分野について示したクライメートインパクトビューは、気候変動適応に有用なツールやデータを検索できるデータベースなどを提供しています。その他、適応に関連したニュースを収集・配信したり、能力開発のための e ラーニングコンテンツ、適用計画に関する情報なども提供しています。行政の方々や企業の方々はもとより、広く一般の方々、あらゆるステークホルダーの皆さんに使っていただきたいと思います。 What is adaptation? ふるさとを壊した人類の話がありますが、そうならないための方策というのでしょうか。みんなに実行していただきたい温暖化対策です。これからも美味しいお米が食べられるための取り組みもその中の一つです。私たちの命とこれからの夢を守るための知恵だと思います。気候変動の世の中をうまく生き抜くために非常に大切なことだと考えています。適応を考えることがまさに将来を考えることにつながるのではないかと思います。We are here to help you. Search APPLAT.